姫の笑顔発信、姫推し。松山市の商店街にあるジョブカフェアイワーク。佐伯さんはアイワークってどんなところか知ってる？就職支援してくれるところじゃないの？調べてきます。どうぞ。若者の就職支援センタージョブカフェアイワークは2004年に開設。これまで3万人以上の若者がアイワークをきっかけに就職しています。中村さん、改めてこちらの施設について教えてください。はい、このジョブカフェアイワークは県が設置していて、学生の方を中心に44歳までの方を支援しています。無料で働くことをトータルにサポートしています。就職活動中はもちろん、働き始めてから悩みやキャリアアップ、それに転職など仕事に就いた後も様々なご相談に乗っています。就職活動中の方も働いている方もご利用いただけます。利用者の相談に対応するのは国家資格を持つキャリアコンサルタントで、対面かウェブ電話と希望に合わせて選ぶことができます。 LINE での利用登録がおすすめで、相談予約やセミナー、求人情報などがスマホで簡単にチェックできます。こちらは正木町のお菓子の製造メーカー。去年入社した高橋さんはアイワークに通ったことが縁でこの会社を知りました。もう自信がなくなっているような状態だったんですけど、最初の方は。でそこで、アイワークさん相談する中で、こう自分のいいところに気づく機会を与えてもらって、自信につながって前向きに就職活動にも取り組めるようになってきました。一人でずっと悩んでしまわずに誰かに相談してほしいなと思います。自分の望みに耳を傾けてもらって、で自分が生き生きと働ける企業さんに出会ってほしいなと思います。アイワークではイベントを随時開催中。10月13日金曜日は愛媛の業界ナンバーワン企業とのオンライン交流会に Zoom で参加できます。先着15名で、10月12日が申し込み期限です。あなたのキャリアや働き方をサポートします。一人で悩まず、お気軽に連絡ください。お待ちしています。今週の姫推しポイント、ジョブカフェアイワークは平日土曜のご覧の時間で利用してね。あなたの一歩踏み出す力になるよ。10月のプレゼントは、内子町小田工房夢風船の草木染めのストールを5名様に。南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。未来へと続けこの笑顔、いついつまでも。県内のクリエイターらによる文化祭、愛媛クロスカルチャーが今月15日に開催されます。県民文化会館を会場に、マルシェやワークショップ、吹奏楽の演奏など、お子さんから大人まで楽しめるイベントをご用意しています。入場は無料です。事前予約が必要なワークショップもありますので、詳しくは愛媛カルチャーで検索してください。